吉田友発見動画チャンネルの吉田友、今日は撮影です。東工大の工大祭に来てます。2度目の挑戦です。はい、では次こそ成功させたいと思います。では、先ほども申し上げました、こちらが金属の電極、そしてこちらがワイヤーの電極になっておりまして、この2つに、高電圧をかけます。すると、今度うまくいきましたね。この油が上に上っているのが分かるでしょうか。はい、まあ、このような現象が起こるんですね。まあ、これなぜ起こるかと言いますと、プラズマというのは、プラスとマイナスのイオンがこうたくさん分散しているような状態なんですね。そうしますと、こちらのワイヤーがプラス、そしてこの銅板の方がマイナスになっております。そうするとプラスのイオンがマイナスのイオンに引っ張られまして、そして油の上に溜まって、でそのプラスのイオンがマイナスの方に引っ張られるというふうな現象が起こっております。はい、まあ、これはだいたい社会的な応用といいますか、はい、この工業的な広く製造分野にはどんなふうに役立つんでしょうか。そうですね、一番わかりやすいのが飛行機の揚力ってありますよね。はい、飛行機の翼の周りっていうのはすごい空気の流れが乱れてしまいますと、その十分な揚力が得られないんですね。しかしこのような放電を使うことで、これも空気の流れがこうできていたんですが、その空気の流れを作り出してあげることでスムーズな流れになると。じゃあこういう飛行機なんかの翼の研究とかいうことに役立ってくるわけですか。そうですね、飛行機の翼とかに実際にもう活用されております。ありがとう、どうもありがとうございました。はい、今日は素晴らしい説明でした。どうも、東工大の今日は工大さんの施設から